で牛肉の他にも豆腐とか白菜とか、まあもう今みんな知らんと思うけど昔あった食材でオフっていうのがあって、そういうヘルシー系の食材も入ってましたよ、うん、でも2024年にぶっちゃけすき焼き牛肉だけでよくねっていう、まあ一石投じた人がおったわけよ、うん、でその人の名前が、はい、先生今本田くんが自分の出した消しカスを勝手に教室の床上に放出しました。これってどうなんですか。やっぱり教室が汚れていると周りのみんなもすごく気分が落ち込むと思うので、これって教室の環境にも悪影響だし、周りのクラスメイトたちにもすごく悪い影響を及ぼすと思います。いや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 、中川くんお言葉ですけど、あの私の消しカスの教室内の床上放出に関しましては、もう細心の注意を払って、もう目視できないほど細かく消しカスを粉々にした上で、あの安全性に配慮して、環境面にも十分に配慮した上で、あの床上に放出してますので、大丈夫です。しかもそのことに関しましては、もう先生からも周辺諸クラスメイトの皆さんからももう十分にご理解いただいた上で、床上放出を行ってますので大丈夫です。いや、それで言うとどれだけ細かくしていたとしても結局消しカスを床上に放出したことには変わりないですし、周辺諸クラスメイトに許可を取ったというのであれば私は許可していません。本田くんが今消しカスを落としたその床は海がどこまでもつながっているのと同じように私の床ともつながっています。本田くんが今消しカスを落としたその床は私の床でもあります。なのでそれは断じて許される行為ではないと思います。それどうですか。あのそういうことなら中川くんの方こそ、私がこう消しカスをもうできる限り細かくした上で、教室内の環境だったりとか皆さんの学校生活を脅かさないように、あの配慮して、床上に放出しているのに対して、中川くんは消しカスをわざわざ練り消しにして、大きい、ね、練り消しにして床上に放出しているのを私は知ってます。はい。しかもたまに鼻くそを、自分の鼻くそを混ぜて床上に放出しているのも私は知ってます。そこに関してはどうですか。本田くんの家に板電します。やめてください。